北海道の最低賃金が明日から1010円に引き上げられます。北海道の最低賃金は960円から50円引き上げられ1010円になります。1000円を超えるのは北海道では初めてです。物価も高いんで、一生にあんま変わんないかなって。奨学金で入ってるんですけど、その近いですっていう形なんですけど、もうちょっと上がってほしいっていうのはあります。自民党の石破茂新総裁は、2020年代のうちに最低賃金を全国平均で1500円まで引き上げる考えです。